はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、サクスペ4周年のパワーアップ強化祭り、強化パワーコーでやっていきたいと思います。で、テイク2になります。さっきもやってたんですけれども、まあ、大丈夫失敗して、で大丈夫失敗して、まあ、続けていこうかなと思って続けてったら甲子園で負けたんでやめました。今回の編成はですね、まず思考の一塁手をちょっと取りたいなと思いまして、岸田くんを入れてます。あとパワコーでのね、稼ぎ方、経験点の稼ぎ方としては、まあ、イベント経験点が上がってるんで、イベント経験点の高いキャラを連れてくる。でそうすると、まあ、必然的に彼女キャラとかになるんですけれども、まあ、彼女キャラとかはね、練習に来ないんで、どうしても多分サッカー練習を意識していかないと、サッカー練習で経験点が稼げないということになるので、まあ、そのサッカーの経験点を稼ぐか、イベント経験点で稼ぐか、というところの、まあ、バランスですね。まあ、そんなわけで、まずイベント経験点の高い渚ちゃんを連れてきてます。あと選手兼彼女キャラでイベント経験点、まあ、ミオちゃんねめちゃくちゃ高いのと、金徳アーティストを取って騎馬との勝負で新アーティストを取れればいいかなと思ってます。さっきは取れなかったけど。であと、まあ、思考の一塁手をつけるということで、やっぱりねちょっとパワーを上限アップさせたいので、せっかくなんで PSR プラゼロで、イベント経験点自体は全然アップしてないんですけれども、あすみちゃん連れてきてます。まあ、42だとね60になるんですけど、プライチは作りたかったけどちょっとガチャが振るわなかったんで、こんな感じになってます。あとは、みなみちゃんお借りしてます。で鈴木は、独身術要員ですね。これでやっていきたいと思います。まあ、最初の練習は普通に評価下でいいと思うので、まあ、まずは彼女キャラと、みなみちゃんの評価を中心的に上げていきたいのと、あすみちゃんは結構評価が足りなくなることが多いんで、まあ、お守りなしだとね意識して練習をしていかないと、さっきかなりギリギリだったんで、でここはディフェンダーにします。敏捷ポイントはそもそも全然稼げないと思うんで、まあ、これをサッカー練習でなんとかしていくっていうところかな。でコツがあったらやっぱりコツは欲しい。くれない、トレーニング、まあ、まんべんなくくれんのもね悪くない。で技術も結構厳しいっちゃ厳しいんだよね。で高級タオルにしとこう、体力ないから。だから今回絆で3回デートが10回なんで、まあ、そこもうまくやっていかなきゃいけないところですね。でちなみに、まあ、みおちゃんもそうなんですけれども、あすみちゃんもね、あの二股回避イベントがついてます。だから自分が二股してるっぽいんで、二股に理解がある。むしろ評価上がるからね。でね、みおちゃんのイベントは発生しなかったです。あの井戸端が発生した時に、要はみおちゃんもあすみちゃんも回避イベントがあるんですけど、まあ、前回はそのあすみちゃんの方が発生しました。もしかしたらランダムなのかもしれないですけど、ちょっと分かんない。でみなみちゃんは練習後の経験点がかなり美味しいんで、天才千丸はつかない。だからまずはやっぱちょっとあすみちゃん乗せたい。評価的にラブパワーでお願い。でここはちょっと安定のお願いを聞くからの洗濯物、これちょっとコツですね。ラッキーボーイを取っていきます。ラッキーボーイがすげえ欲しいってわけじゃないんですけど。で鈴木くんは金徳を進めていきます。まあこれ回復してくれるんでかなりいいよね。鈴木くんは結構回復イベントとチームメイト評価のアップが多いんで、でここはあすみちゃんみおちゃん両方上げたいんで、守備練してうまくいけばこっちじゃなくて、これさひどいよね。監督強化1回落ちるとちょっときついんだよね正直。でどうしようかな、ちょっとみなみちゃん経験てくれ。お前マジで何してんの、同じことやってんだ、何も見てねえな。監
ント許可52とか少なすぎだろ。どうしようかな、監督1回上げとく、みおちゃんの評価も上げつつ。ばらけてんね点数が、ど忘れしてる、まだこの状態かよ。でここは俺は俺のペースでにして、一応調子安定を取りますか。でけじめ、これ回復しよう、上いいね。からのコツ、コツはみおちゃんパワーヒッターはねマジで欲しい。足爆弾ありがたい、だいぶリカバリーは効いたねこれで。お告白きた、思い切って告白、いいね。86、61で弾道は3に上げておこう。パワーはいい、欲しい、そんなもんで大丈夫かな。スバルは乗ったから、みなみちゃん、みなみちゃんの追加イベントとサッカーイベントは両方起こるんで、これポイントもらいつつパワーコツ取りつつ、みなみちゃんが来る可能性もあると。付き合う、よく言えるよなこんな自信満々に。でやっぱみなみちゃんだね。で体力が減ってきたんで、ここはどうだろう、うまく回復できたから。体力がマジでなければちょっとデートで体力回復に走るんですけど。でスバルに関してはだいたいね、真ん中に、ど真ん中に弾が集中するんで、ど真ん中から着弾点が外れたときは変化球ですね。いやもう絶対ってわけじゃないよ今みたいに大体の話、これだからストレート、これよくわかんない、ボールだった、これストレート、これフォーク、これストレート、これ、スライダー名前が出てこなかった、これフォークかストレートかと思ったけどって感じ。で何もないからデートをしましょう。みおちゃん、あみおちゃんは評価高くても全然クリスマス高いんで、イベント経験点が。でどうしようこれ、ツボケンやるか、体力は減るけど、いいね。敏捷61、技術86、高い。さてこっからまたちょっと評価的なみなみちゃんだね、足りねえわ。みなみちゃんも多分ちょいちょい練習していかないと評価は乗らないんで、そもそも絆が3回しかないからね。これどうする、なんかわかんねえ、あっ、球児も取っとく、最大まで一応掴めるから。でみなみちゃんはまあまあまあ乗った、幅広は正直3でいいんだよね。そうだね、3で取っちゃおう。でそこから鈴木もいるからサッカー練習は発生する可能性はあるのか、ちょっとこっちにしよう。じゃあみなみちゃんオンリーだったらサッカー練習って両方ないし、やろうツボケン。体力は減ってても結局デートしなきゃいけないんで、まあそれでいいと思います。で岸田、こいつ何やったっけ、満塁男、そんなん持ってたんだ。後部、いらねえのばっかくんな。で鈴木を通過しなきゃいけないのと岸田も通過しなきゃいけない、最低限だと。甲子園も優勝しなきゃいけない、なかなかハードルは高いな。さて岸田と監督、みおちゃんかどうしようかな。ちょっと監督評価まだもう一回上げときたい。ウルヒッタいらねえ。でこれはやる気が下がるんだっけ、そうだね。でハーフバウンド、これで思考の一流手に分岐するんだけど、
なんとなくちょっと守備を上げときます。いや、わかんない、守備依存なのかどうかわかんないけど、とりあえず B くらいまで上げとく。あとミートもちょっと上げますか。あの小筆のイベントで直上げしたいんだよね、100から101っていうのを。ちょっとあすみちゃん進めますか。あすみちゃんのデートでの評価、うん、5しか上がんないよね。で絆、あ、そうかそうかそうか、絆を正月前に発生させたいんだよね。あー、でこれどうしよう、やろう、続けよう。もうどうせ絆発生したから。みよちゃん、みなみちゃん一人か、みなみちゃん一人はちょっとな、だったらみよちゃんで経験点をもらう。でさらにサッカー練習からの打開からのストレッチ、いいね。ちょうどパワーなかったしね、パワーっていうか体力で、これただ減らされるよね。まあ経験ってそこそこくれるんで、45は結構でかいよね。でこっからタックのみおちゃんで、みなみちゃんは人がいるときにやろう。サッカー練習も発生するかもしれないし、みなみちゃんが追加で経験点をくれるから。でここででかい、いいね。で大玉もじゃあ取っちゃいますか。プルヒッタとかあるし、あとサッカー練習でだからコツをくれる可能性があるんだよね。それを踏まえるとペッスラホーム突入、満塁男ももういいや。でムード、まあ、いつものですけどね、ホームシッシュ、プレッシャーラン、ラッキーボーイはちょっと1位は嫌だ。でインコースとアウトコース勝ち合っちゃうからね。アシスト、ここまでか。あ、打開も2で取っちゃう。コブとか、なんなんコブとか。で、どっちがいい、岸田か。経験点的には、いや、ちょっと岸田で行こう。コツをくれるかもしれないし、チャンス、そうなんだっけ、チャンスのやつ、勝負師か。勝負師はまあ南ちゃんが最後くれるんだけど、一応サッカーの能力が高いと最後に取れるんだよね。だからサッカーの能力そこまで高くならないと思うんだよね。それを踏まえれば、まあ、甲子園優勝して勝負師を南ちゃんからもらう。岸田メンタル、うん、人がいない、どうする。体力はまああるから、こっち監督の評価も上げとくか。でピンショ、いいね。でリフレッシュして体力回復して、体力が高いとデートしないから、ちょっとデート大丈夫かっていう不安はある。そもそもあすみちゃんさ全然いなくね、今思ったら。ちょっとこういう時はデートしようじゃん。でここはなんだ、どれがいいんだ、多分選択肢的なものだよね。コツ、コツですね。バント意外性代打なので、バントにしとく。水そんなんでいいの、これで。課金取ってアウトして OK、 多分大丈夫、よし。さてそこから、あすみちゃんがいるんで、ちょっと評価上げも気にしつつタッグを組んでおきましょう。で覚醒王子、ここも通過してくれればまあ一旦は OK、 よし。だいぶ成功率は高いよね、本当に。確定くらいだと思ってたからね。失敗したことあるけど、1回だけ失敗したことある。でここはみなみちゃんオンリーか。火山院とかってさ、一緒にいるとサッカー練習の可能性ってあるんだっけ。うーん、まあまだそこまでデートもすげえ進んでるわけじゃないんで、これでようやく2回2回でしょ。バーのイベント
ートで新アーティストを取りたいんだよね。なるべくだったらアーティスト2で取れる可能性、あれ騎馬のやつも2で取れるんだっけ、なんかわかんねえや。みなみちゃんと岸田がいるんで、ちょっとここはここにして、そうだよ、みなみちゃんの絆も進めないといけない。でこれが切ってのみなみちゃんが来ない。うん、バレンタインがやっぱ経験点高いよね、みおちゃん。でちょっといけるか、100までいけるか、ちょうど100でいい、ちょうど100でいい。でこれを小筆であげる。で技術が足りてねえわ、あとパワーも全然、ってか技術ねえわ。だからどうする、あすみちゃんも。ただねマジでやっとかなきゃいけないんだよな。どっかに今みなみちゃんいたな、どうすっかな。ちょっとみなみちゃんを一回上げ切ってっていうか、やりきってどれだけ評価足りないのか、これを見よう。これ読まない、でコツ、やっぱこの2人が評価低いよな、評価が低い。遊ぶ、とにかく遊ぼう、今みなみちゃんと遊ぶ、そういう時期だ。で合宿前なんでみなみちゃんとの絆を完全に深め切ろう。で挑発からの渚ちゃん、これもう体力あるんで俺がいる。渚ちゃんの評価とか何なのっていう。でやっぱ技術が足りてない、スカウトさん評価はちょっといいや、こっちだな。で小筆は上にして、まあ、回復して安定して3回練習をする。あれこれってみなみちゃんさ、合宿も追加出る、合宿は出ていいよね、追加来ねえし。みなみちゃん、まあこれここだな、人がいっぱいいるからそれなりに経験点が伸びてる。で体力がないんでここはちょっと一応練習だけ見て、21番ちょっと危険、デートをする。みおちゃんから一回アーティストもらっちゃおう。もうでもう4月になるけど騎馬が来てないんだよね、騎馬が。渚ちゃんよし、いいねいいね、高い高い、64 38 64からの、みなみちゃんだからもうちょっと練習しなきゃダメで、少しまた使っていきますか。パワー全然ねえわ、いや筋力意外に足りてない。ちょっと待ってね、臨床が余ってんな。ちょっと一回 C に合わせるか、足と肩は C でいいかな。で呼吸も C くらいあればいいかな。で独身を取るか、じゃあ取れるこれ、あ技術足んねえわ多分、あ足んねえってなわけで、ちょっとみおちゃん4回目で、あすみちゃんでアーチスタ2でつかめる。あすみちゃんのデートを終わらせてどこまで評価が足りないかだよね。あすみちゃんオンリーはちょっとだからきついんだよな。ちょっとデートしますか。で3回目でしょ、まだ星4にもなってないからね。でここは二股してるときは下、似た者同士、すげえ経験点もらえんな。あすみちゃんがモテるのはさまだわかるけどさ、俺がモテる理由が全くわからん。でクソ、ここあすみちゃんがやっぱ出るんだ。でこれね評価が上がるんだよね、似た者同士だから。あこれでようやく4か、
で、みなみちゃんも特に誰かと被ってるわけではないので、たまたイベントが効いたな。意外に助かった。で、ここは借金してでも買う、君のために。ていうか、まあ多分流れ的に試されただけだよね、タイエースで。技術足りないんで、ちょっとでもかき集めましょう。なんもねえじゃねえかよ。でもみなみちゃんがただいるんだよね。てかみなみちゃん練習しなきゃダメじゃん、よくよく考えたら。追加来い。おお、来た来た。これダブルできたね。だサッカー練習とみなみちゃんは来るからの、からの小筆ミート1で、小筆は2回来る可能性あるんで、できればちょっとパワーも上げきりたいんだけど、これは無理だな。全然足りねえわ。てか筋力足りねえわこれ。アーチストだって取んなきゃダメでしょ。94取っとこう。だから牙これ来ないな。4月の4週でまだ1回も来てないってことは牙が乾燥できないね。カーダスマ、やっぱりここで監督評価を上げておくのはマスト。まあ、別に試合に勝てなくていいんだけどさ、監督の評価さえ上がればそれでよし。あ、そっか、キャッチャールカティンなんだ。ルカティンはキャッチャーコツがないからね。ただで練習を見つつ、なんか人がよく集まってんな。独身術取っておきますか。ちょっと精神があるんで。挑発も結構技術使うな。ちょっとここはタッグいきましょう。経験点はかなりいいんで、牙やっとくか。アーチスト持ってるからね。ただホームラン1本打っただけだと規定点に乗らないんで、プラスで1本必要。これ独身術だと発動するからね、それはかなり助かる。そんなものはいらん。俺は俺の実力でお前を打ち崩す、ザコが。これだけ打ち込まれて、キバお前はどう思う。スバルも打ち込まれたけどさ、どうなんだろうねこの2人、似た者同士だな。そしてシュラへと落ちていくのか、キバよ。いや、みなみちゃん乗っかってねえわ。みなみちゃんも乗っかってねえし、あすみちゃんも乗っかってねえから。あすみちゃんはただラストデートでもう1回評価上がるからね。どうよ、これってなんかあんの？成功失敗1だけどさ。今から勝負だ、懲りないな牙。あれからどれくらい強くなった、短期間で。いや強い、ギリギリ。でも無理やり持ってった感があんな。うお、今のはちょっとこれ際どいね。確かに前よりは強くなってる、それは認めるよ。ちょっと待って、本当に認めるなんか本当にヒットだったな。それでも俺の勝ち弱気になってるけど、勝ちは勝ちだ。最後の勝負来てくれ。鈴木はね、広角打法を持ってるんだよね。ちょっとコツが多いんで安定はしないんですけど、欲しいよねやっぱり広角は。練習敏将来た、よし。で筋力足んねえよ、そうするとやっぱりガチで筋力足んねえ。これいける？いけなかった。いける？いけなかった。悲しいな。
やべえ、牙に押されてる。情けない。なんかもうホームランが打てないんだけど。まず1本、何本打てばいいんだっけ。あんまり打たなくていいんだよね別に。2、3本でよかった気がする。爆速ストレート狙わせていただく。これでもう絶対大丈夫。アーチストは取れる。3本はね、少なくて2本とか、そんくらいでよかった気がするんだよ。1、2、3本ホームランが、ホームラン3本あればもう絶対だよ。ほら、技術くれ俺に。てか筋力も欲しいんだけどさ。一応メンタルで稼げんのか。だからみなみちゃんがちょっと残念だよ。あの最後のみおちゃんのデートで回復っていうのもあるけど、てかあすみちゃん乗ってねえな。いろいろちょっとほころびが出始めている。おかけ打法ください。守備職人ファーストだからそんなに。小筆ノート、どうしよう、短所しかねえわ。もうパワー2、これでだからパワーも上げきってればかなり良かったんですけど。あすみちゃんやっとこう。これは追加来ない。ちょっと厳しいぞ、いろいろ厳しいぞこれ。思考の一流種重いな。ファースト丸なんて取れる機会ある、これ。いや取っちゃおう。ちょっと金徳先に押さえちゃおう。挑発はだって骸骨ないもんね。ファースト丸って来るかな。なんかサッカー練習でコツをつかめる時があるから、野手は結構多いからね、コツの種類が。あ、1球入魂はもう取っちゃうか。だって初球3掴んであるからいいでしょう。フルヒッターとかいらんわマジで。で新アーティストもめちゃかかるよ。350かよ。でチャンスは3で潰しちゃおう。もう割と精神は大丈夫。そこからのデート、だってさ不動の4番だってさ筋力かかるからね。いやこれマジで筋力、まあ、みおちゃんはただ筋力をくれるから。86、どうするこれ。いやでも技術も欲しいんだよな。射的エピローグ経験点はかなりくれるから、みんな優勝すればだけど。筋力153で技術もくれた。敏捷はまあ総力ちょっと C でいいかなっていう。パワーコツ1、 A にすると筋力がなくなるのか。いやマジか、ちょっといねえ、誰もいねえ。じゃあカラデートして、カラデートしてあすみちゃんの評価あげる。悲しすぎる。カラオケなんとなく。お、ない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 、何、大胆すぎ。デスメタルデスメタルとか俺結構嫌いなんだよね。いや好きな人には申し訳ないけど。いやみなみちゃんも足りねえ。ちょっとみなみちゃん追加。まあ、本当はこれ筋力とかに来たらみなみちゃんやってもよかったけど、いかんせんもうあれがない、日にちがない。まだ乗らないのか、マジか。ちょっと待って、鈴木欲しいんだよな。筋力一回やろう。であとは考える。サッカー練習でパワーくれ。くれない。あ、ガチャガチャ、よかった。25、でもちろん甲子園優勝は必須なんで。いやディフェンダーにして筋力足りないか。お待たせいたしました。なんとかパワー条件二次得、不動の4番か。欲しいな、全部欲しいな。やっぱり諦めきれん。最後のエピローグポイントでどこまで伸びるか。だってまず渚ちゃんいるでしょ。でみなみちゃんもエピローグポイントめっちゃ高いでしょ。でみおちゃんもくれるでしょ。だすみちゃんもくれるでしょ。だすみちゃんの経験点ボーナスがそんなに乗ってないっていうところが、まあ、ちょっと微妙っていうか。ヒムさピッチャーあいつだったよね、名前忘れたけど。
強化知らせ追加されたやつ。結構怖いよね。パワコってマジで点取られるよね。スバルが。よし、56。渚ちゃんもまだちょっとあれだから。いる !7%! ミオちゃん、ちょっと待って、精神がすげえことになってるな。なんかある?新アーティスト取っちゃうか。取れるときに取ろう。最悪パワー上限は諦めざるを得ない。ラッキーボーイとか3で取れるかな。取ろう。精神を吐くためにラッキーボーイを取りました。うわー、思考の七種取ろう。ちょっと後で残しといて、経験点足んねえってなんのも嫌だからな。よし、7%とりあえず通過した。でここでミオちゃんがさらにくれるから、かつミナミちゃんがくれるから、くれねえし。いやー、まだこの2人まだか。デートしよう、空デートしよう。カラオケってさっき言ったよね。さっき言ったとこはさすがにやめとこう。え、なんだこれ。7上がった、やった。これアスミちゃんちょっと乗ってくれないと困る、今の状況で。足爆弾乗らない。そんなに評価きつい。ちなみに強化パワコってさ、いや、イベント数招き猫なくないときついかな、やっぱり。でも復習されている今。全力爆速か、どうしよう、狙おうかな。これは見送ろう。あんまり着弾点がよろしくなかった。カーブは狙い目だけど、これ外してくんな。フォークか。よし、まずいっていうか、試合に勝たないとそもそも話にならないから。どうだ、いかないか。とりあえず点にはなったから最低限よしとしよう。リードで迎える7回です。バックスコ重いんだよね。オッケー。出た。9回によく取られるよな。75で新アーチスタマ、とりあえず取ってあるのと、岸田みなみちゃん、あすみちゃん、いや、みなみちゃん、その評価値が数字でわからないからね。どっちかって言ってやっぱみなみちゃんの評価はマジで上げときたい。追加来ないかな、これ。来ない。もう試合が始まるとなかなか追加来ないよね。あすみちゃんはまあ乗った。あ、みなみちゃん乗った。とりあえず乗った。14% か。どうすっかな。メンタルでもやっとこっか。14% はちょっと怖い。あと2回で、あすみちゃんが出ることを祈るか。どう?体力下がってるし。で、そう考えると、いや、これで A でしょ、ようやく。全然無理だ。ちょっとパワー足んねえわ、これ。守備も上限アップしてねえじゃん、よく考えたら。技術足んねえ。いや、ただ最後の爆発力があるから、この編成は。で、試合はあと3つ。で、その最後の爆発力を生かすために、あすみちゃんの評価をマジで何としてでも乗せたい。で、試合経験点も稼ぐ。渚ちゃんがいるんで。あと誰?試合経験点持ってる人、わかんねえ。6回の裏、パワフル攻撃に入ります。先頭バッターは休み。今日4打。あれ、これ行かないね。伸びていった。ホームランは、あ、2本打ってあるわ。ワンアウトランナー1塁で湯場は変化球中心。思ってるかどうかは知らないけど、変化球ばっか投げてくるから。宇宙間行った。入った。スバルとか毎回変わってるね。やっぱどっかでメンタルが弱くて打ち崩されちゃうのかな。で、あすみちゃん、とりあえずまずあすみちゃん、ほら出たよ、いない、あすみちゃんいない病、メンタルで隠しよう。もう1回くらい必要だったか。
でもそんなに余裕はなかったからね。招き猫なしで完走できるっていう保証があれば、2回の裏、まあ、天才の入部届とお守りでもいいんだけど、ちょっとやっぱりイベント完走しないのは怖いよね。今回特に牙とかも怪しかったし、牙でやっぱり新アーティストを取りたいっていうのを考えると、やっぱ招き猫はちょっと持ち込んでおきたいよね。今回頑張ってるの牙が頑張ってる、牙じゃねえや、スバルが頑張ってるかどうかは知らないけど、ヒット3本って変わってるしヒット3本だけど変わってんだ。スバルってそういえばスタミナどんくらいあんの、ちょっとよくわかんない。これ評価マックスにならないとだいぶ経験点下がるからね。いや、いねえわ。いねえから、ミオちゃんいるから15か23。何気にちょっと技術も欲しいからな。いや、これアスミちゃん乗らなかったわ。筋力最後もらえた、やった。で、結構あぶれちゃうんで使っとこう。 S にはとりあえずしておく。から290、300近く必要なんじゃん。いやー、でそっから不動の4番でしょ、それは無理だな、ちょっときついぞそれは。伝説のさよなら男もあるし、いいや、ちょっととりあえずこれにしとこう。ちょっと待って、400とかってあふれないよね、結構怖いんだけど。お待たせいたしました。もうちょっとバランスよく使っておいた方が良かったかな。0で迎える2回です。いや、なんかあふれそうな気がしてきた。初球はストライク、まずは見送りました。ここでさ100くらいくれるでしょ、勝たないと話になるんだけど、レンジョって。で、1人100くれるとして、みなみちゃんとか多分すげえくれっから、すげえくれるって言っても確か180くらいだった気がするけど、あと渚ちゃん か、 だか金徳相当つかまないといけないのか。さらにいや、パワー上限アップ厳しいな。新アーティストで300使ってるからね。新アーティスト取らなければだってこれ132でしょ、一応40じゃなくて25くれるでしょ。で、1位になるでしょ、3位だしょぼい。で、まずミオちゃん力が入らない覚えられなかった、まあいいや。で、アプスミちゃんがいくつくれるのっていう、多分40くらいで104くれた。窮地、やった、窮地くれるんだ。いやー、溢れてる、これすげえ、全然溢れてるわ。いや、しまった、もう2つしかくんない。いや、もったいないなって言っても、まあでも1万2000くらいか、1万2000ちょっとだね。強化知らせても1万2000くらいか。いや、B 賞ちょっと精神もったいなかったな。700から、とりあえず S にしよう。で、300まで減った。で、不動の4番多分ギリギリ取れたけど、そうすると他の金徳がつかめない可能性がかなり高かったんで、6上限アップはちょっと無理かな。ないけど、普通か、そもそもさ守備上げてねえや。で、どうせやったら2にしとこう。で、ちょっと走力どこまで上げる、 S にしとこう。で、呼吸もちょっと S にしとこう。あと圧勝負して取っとくか。で、対左もまあコツ掴んでるからもらっておくでしょ。意外性35使うのか。ちょっと他ね、対エースは欲しいな、コツ的に、物的に欲しい。打球のビハットと、あ、そうすると上り調子か、精神使うからね、取っとこう。コブいらない、次回でかくらんでも取る。一層4番はもう無理だ、守備度一応取っとくなんとなく。サインサッチ、もうちょっと技術を吐きたいとなると、打球の B20まで取っちゃうか。
で、これであと筋力を使わない、高速チャージ取ろう、ファーストだから。もうこれでいいんじゃん。あとなんか呼吸にちょいちょいちょいと振って終わりっていう感じ。うん、まあ SS3 くらいか。まあ別にそこまで今回は査定にこだわったわけじゃないんで、SS3 一塁にしたいんだけどな。いや、左打者っていうのを分かるようにしよう。あのこいつ入れるかどうかそもそも分かんねえし、 SS3 だから不動の4番がないから、まあ、これでいいや。はい、 OK です。はい、というところで、まあ、やっぱパワー上限アップなかなかきついね。で、新アーティストも取ろうとすると相当筋力ポイントが必要になるんで、まあ、やっぱり、まあ、ただね、強化パワコはイベント経験点が高いということもあって、最後ねちょっとピンショート精神ダブらせちゃったんですけど、ダブらせたっていうかダブついちゃったんですけど、まあ、それがなくて1万2000くらい、うん、強化しなそう、だいたい1万2000くらいなんで俺の実力だと、まあ、それを考えれば、まあ、強いとは思います。あとなんだあれかというのがね、ローリング打法、まあ、そこら辺、あとサッカー練習がどうしても多分この編成だと少なくなっちゃうんで、まあ、そこをイベント経験点で補うか、まあ、サッカー練習中心に行くかというところは、まあ、なかなか難しいところだとは思いますけれども、まあ、一応そんな感じですということで、まあ、この後はね他の高校でも、1万点を目指してちょっとやっていきたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。